最初に、テレビのインタビューをやっていただいて、はい、で、写真撮影をその後あのチームの写真撮影をして、であとその後ペイン確認をお願いします、はい、あと財団の方からの要望で記者会見という表現を使うとあの何かと問題があるらしくて、まあ、囲みということで、あのよろしくお願いいたします。じゃあテレビさんお願いします。テレビ代表テレビアンサー藤田と申します。よろしくお願いします。よろしくお願いします。昨日のレースから一夜明けた今の率直な気持ちをお願いします。まあ、そうですね、あのレース終わった直後っていうのは、まあ、正直ほっとした気分だったんですけど、まあ、一夜明けて、まあ、嬉しさというのと、まあ、次への目標というか、まあ、そういうものへの青写真、まあ、そういうプランというのが、まあ、なんとなくイメージしていこうという気持ちの朝でした。今お話しあった次に向けてのプランというものをちょっと具体的に教えていただくことはできますか。まあ、とりあえず1週間ゆっくりボケと休むということと、まあ、もちろん、まあ、それはまあ僕が決定することではないんですけど、まあ、ロンドンに行くことになったら、まあ、どういうところで練習するとか、どういう持っていき方をするとか、まあ、そういうことをまあ決めていこうという、まあ、そういう段階です。改めてちょっと昨日のレースを少しだけ振り返っていただきたいんですけれども、はい、まあ、25キロでスパートをかけたところもありましたが、はい、ジュリア選手にとってどのようなレースになりましたか。25キロっていうのがやはりポイントになるんですけど、あの時は正直自分でスパートしたっていう意識はなくて、むしろ放り出されたような感じですね。だからまああと17キロ一人でプッシュしていくっていう自信っていうのは正直なくて、ものすごく不安でした。まあ、ただ、まあ、何度も振り返ったと思うんですけど、まあ、振り返るたびに後ろの後続が離れていったので、もうこのまま行くしかないな、そう思って、あのそこから一人で押していきました。2時間7分台という記録についてですが、日本人としては5年ぶりの記録だったと思うのですが、ご自身としてはどのように捉えられていますか。正直もう少し早く走りたかったなっていうのはありまして、まあ35から40で15分40かかっているので、まあ、そこをやっぱりあと30秒縮めて、まあ、27分台前半、まあ、あわよくば6分台っていうのを目指したいっていう気持ちです。最後のラストの 2.15 秒では、はい、地上戦中トップの記録だったと思うんですが、はい、そこら辺についてはどうですか。まあ、35から40でまたちょっと足がつりそうになって、まあその時はもう本当に安全運転してたんですね。で、だからその時のためっていうのが、まあ、ラストを出した感じになります。ただ2010年のオタワマラソンで優勝した時に、その時はラストの 2.195 キロを、まあ、30秒ちょっとでいってるんで、まあ、これぐらいは普通だと思います。これで一気にロンドンオリンピックへの有力候補に上り上がったと思うんですけれども、藤原選手にとってロンドンオリンピックに向ける思いというのはどういったところがありますか。もちろん、まあ、競技者としてオリンピックを目指すということはごく自然なことですし、まあ、僕もその例に漏れず、まあ、昔からいつかは出るぞという位置づけではあったので、まあ、いよいよそれがそういうステージに立つことになる、まあ、チャンスっていうのがあるということで、まあ、いよいよだなっていう気持ちでいます。いろいろと苦労された場面、ここは振り返るとあると思うんですけれども、はい、もしそのロンドンオリンピックに出場できたとしたら、どのようなレースをしたいなというふうに思っていらっしゃいますか。はい、まあ、世界的な、まあ、マラソンの流れ、まあ、もうどんどん速くなっているので、もうとにかく、まあ、1キロペースで言うと、まあ、2分57や2分56そういうペースでの練習というのをどんどん取り入れて、もうとにかくスピード化、これを念頭に置いて準備していきたいと思います。今そのタイムの話ありましたが、はい、海外勢の方に目を向けるとまだまだちょっと記録としても下がるかなというふうには感じるんですけども、はい、今後どのようにそういったところを詰めていきたいなというふうに思われますか。より速いペースでより長く走る、まあ、これにつきます、ね。
最後になりますが、はい、日本中の皆さんもまた次の戦いを楽しみにしていると思うんですけれども、でその皆さんに向けたメッセージを一つお願いします。そうですね、まあ、みんなと、まあ、皆さんとこう目標を共有できて、まあ、一緒に喜べたなら、まあ、それが一番素晴らしいことだと思うので頑張っていきたいと思います。